1号国立になります。ただいまから令和2年度島根大学学位授与式を行います。 A 国歌演奏。ご着席ください。学域授与。法文学部卒業生189名、総代阿部リリカ。学域阿部リリカ、島根大学法文学部言語文化学科所定の課程を修め卒業したので、学士文学の学位を授与する。令和3年3月19日島根大学長服部康直。着席。教育学部卒業生128名、総代森石桃香。はい。学域森石桃香、島根大学教育学部学校教育課程所定の課程を修め卒業したので、学士教育学の学位を授与する。令和3年3月19日島根大学長服部康直。おめでとうございます。着席。
人間科学部卒業生75名、総代影山智美、学域影山智美、島根大学人間科学部人間科学科所定の課程を修め、卒業したので学士人間科学の学位を授与する。令和3年3月19日、島根大学長服部康直。着席。総合理工学部卒業生396名、総代辻裕樹。学域辻裕樹、島根大学総合理工学部物質化学科所定の課程を修め、卒業したので学士総合理工学の学位を授与する。令和3年3月19日、島根大学長服部康直。着席。生物資源科学部卒業生208名、総代逸見修平。学域逸見修平、島根大学生物資源科学部生命工学科所定の課程を修め、卒業したので学士生物資源科学の学位を授与する。令和3年3月19日、島根大学長服部康直。おめでとうございます。着席。大学院人文社会科学研究科修了生7名、総代宮沢理恵。
学域宮沢理恵、島根大学大学院人文社会科学研究科言語社会文化専攻の修士課程において所定の単位を習得し、学位論文の審査および最終試験に合格したので修士社会科学の学位を授与する。令和3年3月19日、島根大学長、服部康直。はい、おめでとうございます。着席。大学院教育学研究科修士課程修了生8名、総代小丸由香子、学域小丸由香子、島根大学大学院教育学研究科臨床心理専攻の修士課程において所定の単位を習得し、学位論文の審査及び最終試験に合格したので修士教育学の学位を授与する。令和3年3月19日、島根大学長、服部康直。おめでとうございます。着席。大学院教育学研究科専門職学位課程修了生23名、総代田代良介、学域田代良介、島根大学大学院教育学研究科教育実践開発専攻の専門職学位課程において所定の単位を習得し、課程を修了したので教職修士専門職の学位を授与する。令和3年3月19日、島根大学長、服部康直。おめでとうございます。着席。大学院自然科学研究科修了生172名、総代早稲田貴弘、
学域、早稲田貴弘。島根大学大学院、自然科学研究科、理工学専攻、数理科学コースの博士前期課程において、所定の単位を習得し、学位論文の審査及び最終試験に合格したので、修士、理学の学位を授与する。令和3年3月19日、島根大学長、服部康直。着席。大学院総合理工学研究科博士前期課程修了生2名、総代松本裕樹。学域、松本裕樹。島根大学大学院総合理工学研究科総合理工学専攻物質化学コースの博士前期課程において所定の単位を習得し、学位論文の審査及び最終試験に合格したので修士工学の学位を授与する。令和3年3月19日島根大学長、服部康直。着席。大学院総合理工学研究科博士後期課程修了生3名、総代鈴木彩子。学域、鈴木彩子。島根大学大学院総合理工学研究科総合理工学専攻数理物質創生化学コースの博士課程において所定の単位を習得し、学位論文の審査及び最終試験に合格したので博士工学の学位を授与する。令和3年3月19日島根大学長、服部康直。着席。大学院生物資源科学研究科修了生3名、総代横田恵理子。
学域、横田恵理子。島根大学大学院、生物資源科学研究科、農林生産科学専攻の修士課程において、所定の単位を習得し、学位論文の審査及び最終試験に合格したので、修士、生物資源科学の学位を授与する。令和3年3月19日、島根大学長、服部康直。着席。学長式辞、卒業生修了生起立。礼。着席。令和2年度島根大学学位授与式学長式辞。島根大学法文学部、教育学部、人間科学部、総合理工学部、生物資源科学部の計996名の学部卒業生、並びに人文社会科学研究科、教育学研究科、自然科学研究科、総合理工学研究科及び生物資源科学研究科の計218名の大学院修了生の皆様、ご卒業修了おめでとうございます。またこの日まで皆さんの成長を大きな期待を持って支え見守ってこられましたご家族や関係者の皆様方に対しまして、本学教職員在学生を代表しまして心よりお祝い申し上げます。本来であれば来賓やご家族関係者の方々をお招きし、本学の教職員在学生とともに卒業生修了生の晴れの門出をお祝いするべきところですが、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から卒業生及び修了生の代表者と役員のみによる学位授与式とさせていただきました。この場に列席することがかなわなかった卒業生や修了生、そして晴れの学位授与の場に立ち会うことを楽しみにされてこられましたご家族関係者の皆様方のお気持ちを察するに言葉がございません。今般の事情をご勘案いただき、今回の措置についてご理解賜れば幸いです。感染の一日も早い収束を願っています。さて、卒業修了される皆さんにとりまして、学生生活の総決算であるこの1年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりすべてが想定外の事態となりました。年度初めには全国に緊急事態宣言が出される中、急遽授業を1ヶ月遅らせて開始することとなりました。また、1年間を通じ、皆さんのキャンパスへの立ち入りや課外活動を一部制限し、多くの授業をオンラインで実施するなど、ご不便やご迷惑をおかけしましたことを心苦しく思っています。特に今年度が卒業、修了の年度となった皆さんには、卒業研究や就職活動、そして孤立しがちな実質でのオンライン授業の受講等、不安が募る毎日だったことと思います。そのような状況におきまして、
皆さんの前向きな努力、ご理解とご協力により、年間の授業や実習が実施でき、本日の晴れがましい日を迎えることができましたことを嬉しく思います。皆さんは夢や目的を持って島根大学に入学されました。そしてそれぞれの学部や研究科の専門領域を収めるとともに、特別副専攻プログラム、インターンシップや海外留学、研修等多様なプログラムを通じた実践活動を通じて学びの幅も広げられました。またサークル、課外活動やボランティアなども経験されたことと思います。このようなすべての活動の過程において粘り強く努力と精進を継続し、多くの苦労困難を乗り越え、本日卒業終了の日を迎えられましたことを喜ばしく思います。また皆さんは友人、ご家族や関係者、留学先の関係者、インターンシップ先の企業や地域の方々、そして学内の教職員と多くの方々に支えられてきました。さらにこの度のコロナ禍を受けまして、同窓の先輩方や保護者、現職あるいは退職された教職員と本学関係者はもとより、地域の一般の方々や企業等など、本当に多くの方々のご厚意による貴重なご支援を頂戴しました。大学としてはもちろんですが、皆さんにもご支援いただきました方々に対する感謝の気持ちを忘れずに、新たな道を歩まれることを願っています。さて、この度のコロナ禍により社会の変革は急速に進展することと思います。都会への一極集中から地方分散への意識の変化や、リモートワークと働き方を含むデジタルトランスフォーメーションによる生活様式の変化と、これまでの常識や日常が大きく変わろうとしています。さらに持続可能な社会の実現については、国連が提唱した SDGs 持続可能な開発目標の目標期限である2030年まで残り10年を切りました。また我が国では昨年10月に菅総理大臣が2050年のカーボンニュートラル、脱炭素化社会の実現を目指すことを宣言し、脱炭素化に向けて本格的に動き出しました。今世界は大きく変わろうとしています。皆さんは2030年には社会の中堅を担い、また2050年にはリーダーとして国の内外において社会を牽引している年代となります。まさしく世界の未来は皆さんのご活躍にかかっています。変革の時代にご活躍が期待されている皆さんには、深い教養と高度な学術的知見、多様な価値観を受容する柔軟な思考力と感性、そして広い視野と先見性を持った洞察力に基づいた自己の価値観が肝要です。本学における多彩な教育プログラムを積極的に活用して、確立した自己を今後もさらに磨き、より良い社会の構築、持続可能な社会の実現に寄与されることを期待しています。併せて皆さん自身の人生を明るく楽しく謳歌されるよう願っています。島根大学は島根県における文化と知の創造の中核として、人材養成、医療、産学官連携事業等を通じて地域へ貢献することを重要な使命とし、県内の自治体や企業等と一体となり、地域貢献機能の高度化と拡充に努めています。本日卒業終了される皆さんも、在学中には県内各地に赴き、地域の企業、自治体等の方々とともに、地域が抱える課題と
その解決について検討するなど、地域に溶け込み、地域の悩みを共有されたことと思います。これらの貴重な経験を踏まえ、皆さんには島根県内をはじめ、国内、海外各地で、その地域に密着して、はつらつとご活躍されることを願っています。皆さんは、これからそれぞれの道を歩んでいきます。県外に活躍の場を求められた方には、島根県、島根大学にいつまでも関心を持ち続け、さまざまな形で関わっていただければ幸いです。島根大学は、皆さんと結ばれた縁と絆を、各学部同窓会とともに、末永く大切にしてまいります。また、これからさまざまな場でご活躍される皆さんには、新たな知見が必要になることもあるかと思います。その際には、再度本学をお尋ねください。本学は、社会人のためのリカレント教育の機能を強化し、皆さんの支援をしてまいります。ご卒業、修了後も、これまでと変わらないお付き合いができれば幸いです。本日の学位授与と、ご卒業、修了される皆さんの新たな門出と輝かしい前途を祝し、また皆さんのこれからのご活躍を心から祈念するとともに、これまで皆さんの成長を大きな期待を持って支え、見守ってくださったご家族、関係者の方々へ、改めてお祝い申し上げ、令和2年度島根大学学位授与式の式辞といたします。令和3年3月19日、国立大学法人島根大学学長服部康直。卒業生、修了生、起立。礼。着席。卒業生、謝辞。卒業生、修了生、起立。卒業生、修了生代表、人間科学部、影山智美。はい、謝辞。日ごとに寒さも緩み、春の日差しが柔らかく感じられるようになってきました。新型コロナウイルスの影響もあり、例年のように多数の方々にご臨席いただくことはかないませんでしたが、今日この良き日に学位授与式を挙行していただいたことを本当に嬉しく思います。誠にありがとうございます。希望と不安を胸に抱きながら島根大学に入学したあの日から4年、これまで充実した大学生活を送ることができましたのも、服部学長をはじめ先生方並びに関係者の皆様の温かいご支援、ご指導の賜物であると感謝しております。卒業生、修了生を代表いたしまして、厚く御礼申し上げます。これまでの大学生活を振り返ってみますと、瞬く間に過ぎた日々が懐かしく思い返されます。その中で私たちは多くの出会いと数えきれないほどの学びを得ることができました。
特に初めての一人暮らしでは、生活面、金銭面で自立する大変さ、家族の存在の大きさを学ぶことができました。自分の未熟な部分を悔しく思うこともありましたが、一人暮らしを通し、少しずつ成長することができました。人間科学部での学びでは、心理学の専門的な知識、視点を身につけるだけではなく、実践を通して他者と深く関わり、その人を理解していくことの大変さや難しさを学ぶことができました。それだけではなく、多分野の視点を考えていく大切さも学びました。特に最終学年で取り組んだ卒業論文では、コースごとの専門性の違いを鮮明に感じるとともに、特色の違いがあるからこそ、より深い問題の理解につながることを感じました。また、人間科学部は新設の学部であったため、戸惑いや苦難も多くありましたが、村瀬先生をはじめとする多くの先生方、学部の友人たち、職員の方々に支えられながら乗り越えることができました。人間科学部の一期生として、かけがえのない仲間と共に学べたことは、これからの人生の中でも大きな財産になると思っています。島根大学での生活は、私にとって自分と向き合うことができた本当に貴重な経験であったと思います。自分には何ができ、何がしたいのかを日々の講義を通し考えていくことができました。最終学年の時は、新型コロナウイルスの影響で大学に行けない日々も多くありました。今までの生活とは違い、オンライン授業など新しい生活が始まり、新たな価値観のもと勉学に励むことができました。不安を感じる時も多くありましたが、今まで築き上げてきた多くの方々との縁があったからこそ、乗り越えることができました。先生方、学部の友人、職員の皆様、サークルの仲間、アルバイト先の方々、そして家族、これまで支えてくださったすべての方々に感謝の気持ちでいっぱいです。本日を境に、私たちは島根大学を巣立ち、それぞれが選んだ道へと新たな一歩を踏み出します。この先、多くの困難が待ち受け、どうしようもなく不安になる日もあるでしょう。そんな時に、この島根大学で得た経験の一つ一つが、これからの私たちの未来を切り開く大きな力となると信じています。これまでに出会った多くの人々とのつながりに感謝するとともに、この島根大学で学び、経験したことを糧としながら、今まで支えてくださった方々に少しでも恩返しができるよう、さらなる飛躍を目指して日々精進してまいります。最後になりますが、数多くのご指導をくださいました先生方、学校生活を支えてくださった職員の皆様、あらゆる場面で支援をしてくれた家族、友人に改めて御礼申し上げるとともに、島根大学のより一層の発展を願って謝辞とさせていただきます。令和3年3月19日、卒業生・修了生代表、人間科学部人間科学科、影山智美。
着席。楽歌演奏、お手元の指揮台に歌詞がございますのでご覧ください。一同ご起立願います。以上をもちまして、令和2年度島根大学学位授与式を終わります。令